はい、どうも、メタヨです。今回ですけども、三が日セレボを引く前に必ず見てという、まあ、つむつむ注意喚起の、動画になります。はい。で、絶賛ですね、今二日目が開催されておりまして、ようやくね、激アツガチャが開始されましたけども、まあ、明日はね、三日目も、まあ、控えてまして、明日のね、朝10時からですね、その500万ガチャとですね、あとは、隠し積むの確認会のライブやりますので、またですね、たくさんの方来ていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あとね、登録の方もぜひよろしくお願いいたします。というところで、まあ、こんだけ激アツのガチャなんで、全突破してください。と言いたいとこなんですけども、1月4日に、このマレドラとブルーフェアリーの新積むが決まっております。で、マレドラと、まあ、特にマレドラなんですけど、まあ、マレドラの場合はね、ちょっとね、ぶっ壊れの可能性が、かなり秘めておりまして、はい。で、まあ、これがもしぶっ壊れてしまった場合ですね、また三が日まで復活しないとか、まあ、なんなら来年の三が日に復活するかも怪しいぐらいの勢いになる可能性があるので、ちょっとね、コインは温存しておいた方がいいと思います。全突破するよりかはちょっと温存しておいた方がいいです。っていうのも、これ1月4日に来ることが確定してまして、で、これ、はい、前に紹介しましたけども、この YouTube の動画でですね、この下の方に、まあ、文字がちょっと潰れてるんですけど、まあ、つむめもちょっと書いてあって、その後にプレミアムボックスから1月4日からですね、1月31日までの期間限定の、まあ、登場になりますよっていうところを記載されておりますので、まあ、この新つむが来ることは確定しております。ので、まあ、もう三が日セレボになるとすぐこの新つむが来るんですよね。なので、ちょっとですね、はい、コイン温存してもらいたい。で、温存しておくと何がいいかっていうと、まあ、判断できるんですよね。判断できる。っていうのも、まあ基本的に新積むって前日に、新積む情報が解禁されるので、はい。その、情報を見てから、全突破するかどうかっていうところも、まあ見れるかなと思います。まあ、情報が来なかったらね、そこはちょっと判断が難しいんですけど、はい。っていうところがございます。はい。ので、まあ本当に、30万とかでもいいので、残しておく方がいいです。はい。と、まあ、あとは、一応救いのことがあって、何かっていうとですね、まあ、一応1月5日に当選発表がある、このつむつむくじ。これがね、まあ、少なからず当たってると思うので、それをね、まあ、プラスにして、まあ、新つむぶっ壊れてたら、この新つむを引くっていうところもあるんですけど、まあ、つむつむくじもね、まあ、例年3万コインとか、まあ、ならもう5000コインぐらいしか当たってないっていう方も、見受けられるので、まあ、あまりそこをね、期待せずにですね、まあ、ちょっとね、まあ、三が日、まあ、全部突破したいところであるんですけど、ちょっとコインをね、温存して、ちょっと情報待ちを、まずはしてもらいたいなと。で、まあ、その4日目の10時ぐらいに、まあ、特に情報がなければ、まあ、追いガチャとして、まあちょっとぶち込むっていうのはありかなと思います。まああとはもうつむつむくじにかけるのか、まああとは一応ね、31日までの期間限定つむなんで、まあ31日までひたすら頑張って、この最終日の方の確率アップにかけるかというところですね。まあ、ただこっちの後の方の新つむ確率アップですとですね、初登場の確率と比較するとですね、まあ大体 2-3% 確率が減ってしまうので、そこだけね、要注意です。はい。というところでございますので、まあ、コインのね、温存だけちょっと気をつけてもらいたいです。はい。ということで、まあ、新積むの方もですね、確認会ライブやります。はい。ので、まあ、そちらもですね、ぜひ遊びに来てください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。バイ。